キドワイナリーは、長野県塩尻市にある、ワインメーカーである。キドワイナリー代表のキドア基人は、山梨大学大学院総合研究部付属ワイン、科学研究センターで学び、卒業後、塩尻市内のワイン会社に就職した。そのワイン会社で8年間勤めたが、自身の夢でもあった自分のワインを作りたい、との思いから勤めている会社を退職、独立してワイン作りをする決心をした。 父の木戸久氏の500坪のぶどう農園で、ぶどう農家だった妻の幸子の協力を得て、3人の家族経営のワイン作りを行うため独立した。秋人のワイン作りにおけるコンセプトは、自分が作りたいものを作ることである。2003年秋、ぶどう農園の最後の収穫を行った。2004年3月1日、収穫を終えた農園で、ワイナリーの建設工事に着手した。 建物の完成は、同年6月、それから、醸造機器を搬入し、同年11月3日、広さ70坪のワイナリーが完成した。家族3人でブドウを栽培し、ワインを醸造することになった。ブドウの名産地である気境ヶ原に、新たなワイナリーがオープンした。種類製造免許申請から、各種の申請書類の手続き、ワイナリーの建設、醸造機器の手配と、 ほぼ一人で行った。木戸アイナリーの特徴は、木京ヶ原は、ブドウの棚栽培が盛んな地域だが、自社のブドウ農園では、メルローとシャルドネを垣根栽培で行っていることである。棚栽培であれば一本の木から150から300房のブドウを実らせることができるが、垣根栽培では一本の木から10から30房しか実らせることができない。木戸秋人が垣根栽培に関わるのは、 カズフサに途中の成分を集中させること、より土地の個性を宿らせること、ブドウから表情豊かなワインができると確信しているからである。キドワイナリーでは新たにヨーロッパ品種のピノノワール、ピノグリ、カベルネソウビニオンの栽培を行っている。塩尻地区で栽培が盛んなアメリカ系品種のラブルスカダネも栽培している。また、 コンコード赤品種やナヤガラジロ品種など香り高いドウ香にフレッシュな爽やかさを持たせたワイン作りを実践している。ありがとうございます。